ご飯。本日はこちらのもずくを使ってホラーご飯作っていきます。ついでに大根も使うので、大根の皮を剥いて、人の形みたいにしていきます。こんな感じ、結構適当で大丈夫です。頭があって体があるみたいな感じで、これが土台になります。そしたらお吸い物みたいに汁物を作ります。上にとろろ昆布を適量乗せるとできました。髪の毛スープ、とろろ昆布ともずくで栄養たっぷり、召し上がれ。それではいただきます。おいしい。ちゃんともずくが入ってます。あ、うん、おいしいです。